戦、どうぞよろしく。行ってみましょう。どっちも強そうですね。さあ試合開始、実況解説は R でお送りいたします。かっこいいとこ見たいです。ここで弾を打つ。飛び道具はリスクは高いが飛ばれなければ最強の地上技となる。プレイヤー2、先に体力リードしていく。だいぶ有利な状況ですね。打つか吹かすか踏み込むか、地上の駆け引きの場合。ターゲットコンボを叩き込む。なんか跳ね出てますね、かわいい。壁際のプレッシャーをうまく利用、バーンアウトしている。いや頑張れ。さあお互いもう行くしかないといった状況になったが、届いた。おギリギリの接戦でしたが見応えあったんじゃないでしょうか。どっちも強くて見応えがありました。このラウンドが勝負となるか。どうなっていくのか気になります。飛び道具でペースを変えていくか。相手が地上にいる時だけ弾を打つ。この弾打ちには年季が感じられる。プレイヤー1、ここでの押し引きが重要。この感じは名勝負の予感がします。欲望がにじみ出る駒投げ。慎重ですね。 KO。 おお、しっかり倒し切りましたね。盤石の立ち回りで危なげなし。こっちまで伝わってきますね。注目のファーストラウンド、何が起きる。気合入ってますね。まず一つ、うまい。ここからプレイヤー1、相手を壁に押し付ける。どうなるどうなる。プレイヤー1、ここでドライブゲージがつきかけているが、ジャスト成功。反撃のチャンスが訪れる。ここは投げを見せてガードを崩す。いやどうだどうだ。バーンアウトした。ヒヤヒヤします。投げるにはやや遠かったか。試合は終盤、ここからの一発はもらえない。これどっちが勝つの。いやいや、鮮やかな逆転。わずかなチャンスを生かしきった。うわ逆転だ。ギリギリ掴み取ったラウンド、どう見ました。いや見てるこっちがドキドキしちゃいますね。二人ともすごい。どちらかが仕掛けていくのか。いけいけ、なんか跳ね出てますね、かわいい。画面端に追い詰めた。ここが大事。何か狙ってるんですかね。これはランベルセ、打撃投げが刺さる。 SA ゲージは両者マックス。ここからのゲージ運用が勝負を分ける。ここはよ、 SA にゲージを回す。使っていくか。すごすぎ、天才。慎重ですね。どうにでもなる体力差。逆転の青写真はどう描く。前に出て、ここでフィニッシュ。よ、名勝負。さあ次でファイナルラウンド、両者勝ち筋は見えているか。熱い勝負が繰り広げられております。どっちが勝ってもおかしくないと思います。追い詰められてしまった。どうなるんですかね、ここから。ヨガブラストだと。この状況からオーバードライバーを狙うのか。まだ壁からは解放。おっと、ここで SA 発動。今の完璧、フィニッシュ。決めてったナイス。試合が終わってしまうのが名残惜しいですね。いやさあ開幕、両者はどう動くか。ビシバシやり合ってるところが見たいです。ジャンプが噛み合って、相手の隙をついてジャンプからの攻撃が当たれば大ダメージのチャンスとなる。綺麗な足技。さあ飛びはしっかりジャストで受け止めていく。よく見えている。お、さあ逃げ場はなくなった。どう仕掛ける。何か狙ってるんですかね、これは。どうするどうする。ここで KO まで。ナイスナイス、かっこいい。見てる我々にも伝わるほどのいいリズム。これを止めるのは難しそうですね。いや強すぎません。すごい気迫みたいなの感じます。ここはガードでしのぐ。読み合ってきた。やばい、このジャストパリーで流れは変わるか。壁に追い詰めた、チャンスになる。この感じは名勝負の予感がします。対空きっちり。ナイスナイス、ヨガファイヤーを一つ。さあここからは差し合いの領域となる。
上からの攻撃はガードでしのぐ。投げていいですね。さすがに SA ゲージは両者マックス。ここからのゲージ運用が勝負を分ける。さあカウンターが決まる。どういうことこれ。さあここはドライブインパクトがバニッシュカウンターを起こしている。いいですね。プレイヤーはとどめまで届いた。おお、しっかり倒し切りましたね。全力で来てくれても最終ラウンド、ここ一番がやってきた。なんかここまですごく一進一退で来てるんで、次どうなるか本当に予想できないです。ここ頭上がガード、飛びはバレバレ。いいですね。この飛びはガードが間に合う。 SA ゲージは溜まっている。何でもできる状況だ。ゲージ運用が勝負を分かつ状況。ここからの判断が大切になる。ここはどう出る。グラウンヘッド読み勝っている。完全に出来上がっている。いったれいったれ。おお、ここで打てるか。すごすぎ、天才。全然気が抜けませんね。うおお、どうなる。すごい激闘ですね。どっちも負けないで。決着決まっちゃいましたね。プレイヤー1、総力戦を制した今の気持ち。さあファーストラウンド注目していきましょう。気合い入ってますね。飛び道具で相手を動かしていくか。プレイヤー2、まずは体力をリード。だいぶ有利な状況ですね。手を出し合った両者、ここからどう動く。ダメよ、絶妙の攻防。ここから試合は終盤戦。ここはゲージを使って SA 選択。まとまったダメージが欲しいか。 KO、 綺麗に決まりましたね。プレイヤー2、ここはきっちりラウンドを取っていた。次はどう動くか。なんかこう魂のぶつかり合い的なものを感じました。今後の展開にも期待していきましょう。さあ相打ちが起こって、中足が刺さる。ドライブして攻め継続を選択か。いやいや、ちょっと何ですか今の。タイミングが合っている。チャンスになるぞ。プレイヤー2、壁ここで SA 発動しているが、あ、これかっこいいやつ。飛んで飛びはバレバレ。すごすぎ。 KO、 ナイスナイス、かっこいい。随所で駆け引きが有利に噛み合った印象。さあ試合開始、実況解説は R でお送りいたします。どっちも強そう。すごい。長い技にジャンプが噛み合うと大ダメージの危険がある。それゆえに技振りが難しい距離。投げの選択肢を見せていく。お、壁に押し込んでいく。どうなるどうなる。投げ、さあここから。お、どうなる。前投げ、まだ壁際有利は変わらない。届いた。綺麗に決まりましたね。実力差が感じられたようにも見えましたが、ここからどうするかですね。ちょっとこれ強すぎじゃないですか。中足が刺さる。手の内はある程度見えた。両者は今何を思っているか。一瞬の油断が命取りですよね。プレイヤー1、さあ追い詰めた。何か狙ってるんですかねこれは。ランベルセ、打撃投げが刺さる。ラッシュ選択、ヨガブラスト、そしてさあここからは差し合いの領域となる。足元を狙っているか。前ジャンプを仕掛け KO。 決まった。もうやるしかない。駆け抜けるしかない状況。なんかここまですごく一進一退できてるんで、次どうなるか本当に予想できないです。カウンターを決めて、いいのが入りましたね今。上はダメ。今の完璧。SA ゲージは両者マックス。ここからのゲージ運用が勝負を分ける。ジャストドンピシャ。フレームで締める。前ジャンプを仕掛けるか。中断、しかしさせない。いいよいいよ、ナイスガード。テレポ、この飛びを見えている。今の完璧。これは精神的に来るやつ。
どうにでもなる体力差、逆頭上がガラッバーとする。なんかこっちが緊張する。この体力は振り切らず、この演出の間に育成のプランが脳裏をよぎる。最適解にたどり着けるか。最後の一発、どうねじ込むか。どっちもかけ、ここで勝負あり。決まっちゃいましたね。プレイヤー1、これはリプレイ。